あの日の午後に雨が降ってくるなんて信じられなかったの。3年前パリの小さなブティックでやっと見つけたお気に入りの長いトレンチコートと大きな帽子をかぶってわざと雨に打たれていた私なのに、あの人ったらまるで私を無視しながら、かといって押しつけがましくもなく、およそロマンティックじゃない黒いコウモリ傘を差し掛けてくれたっけ。そう、そういえば忘れもしないあのセントバーナード、この公園を我が物顔に走り抜けてったあのかっこいい犬と白いセーターの彼。興味と、いたずらと、少し好きなのが混じって、一つの傘に二人。私は彼の腕に、そっと自分の腕を忍び込ませたの。悪くない。知ってる人、知らない人、新聞売りの少年、公園、夕暮れ、口にこそ出さなかったけど、あなたが好きになるそう。ううん、もう好きなの。しまうっていうことは想像する部分を減らすことだから、あんまり好きじゃないんだけど、でも私ってどうしてもダメなの。何でも知りたくなっちゃうの。あの人いくつかしら、あの人お金持ちかしら、あの人恋人いるかしら。もしもし、あなたなの？ええ、うん、そう、一人よ。元気？あ、そう、この間ありがとう。あなたの黒いコウモリ傘のおかげで風邪ひかないで済んだわ。うん、ねえ、もしかして私のこと好き？本当？
かして私も。え？いいわよ。うん、大丈夫。どこ？ああ、知ってる知ってる。うん、すぐ行くわ。じゃあ後でね。外は気持ちがいいわ。こんな夜久しぶり。あなたは？あ、そうそう、いいわ。さっき言ってたみたいにじゃんけんぽんしましょう。いい？もし私が勝ったらあなたのお部屋見せてくださるの？いいわね、ずるしちゃダメよ。じゃ、じゃんけんぽん。わあ、ずるいわ、そんな遅く出しちゃ。いい？もう一度じゃんけんぽん。ああ、あたし負けちゃった。見るのとレコードとどっちがいい？うちにあなたが好きなレコードがあるといいんだけど。え？ホセフェリシアの？もちろんあるわよ。あら、あなたの手って熱いのね。いやよ、そんなに突然見つめないで。あなたの髪の毛って柔らかいわね。触ってもいい？ほら、かわいい。ここのところがクセっ毛になってる。オレンジ食べる？昨日買っといたの。ああ、よかった、偶然だわ。ねえ、レコード裏返しといて。
もう何時頃なのかしら。あなた明日早いの？そう、じゃ仕方ない。あの人帰っちゃった。一人ぽっち。あの人の飲みかけのグラス、あの人の散らかした灰皿、椅子からはみ出たクッション、心を残してってくれたような、何にも残していかなかったような、軽い疲れと興奮の余韻がなんとなく、見慣れた部屋に新しい次元を漂わせてる。悪くないわ、こんな風なのも。愛じゃないわ。好き？うん、それはもう間違いなく好き。それに恋をしてもいいかもしれないわ、あの人となら。
熱い？自分じゃわからないの。ウォッカ7続けて2杯も飲んじゃったんですもの。少し寄りかかっていい？うん、いやん、そんな強く抱きしめちゃいや、あなたの息がくすぐったいの。ほら、人が見てるわ。でもいいわ。白い天井だわ。ずいぶん本持ってるんだな、この人。わあ、大きなステレオ。あら、ギター弾くのかしら。あのスタンドはあんまり好きじゃないな。あら、花が飾ってある。誰がいけたのかしら。靴下、片方は椅子、片方はテーブルの下。女の写真。なんだ、お母様んだわ。綺麗な人。彼の寝顔によく似ている。口元なんかそっくり。綺麗な朝。夕べみたいにベランダからそーっと帰ってくるの？そう。じゃあよくこんな風にするわけ？誰とでも？だって聞いてみたかったの。いや、そんな怒らなくたっていいでしょ。私はもちろん好きだからに決まってるじゃないの。でもいいわ。もうあなたの私生活について聞くのはよす。あなたの言う通りよ。ごめんなさい。せっかく素敵な気分だったのに。まだ怒ってるの？あなたって意地悪な人ね。
わがままよ。帰るわ、私。手を離して。どこへ、どこへって、お家に決まってるじゃないの。大丈夫、一人で帰れます。送っていただかなくても結構。もういいの、何も言わないで。私とっても気分悪いし。いいのよ、電話なんかかけてくださらなくても。そうよ、わがままや、私って。それだってもうあなたには関係ないことでしょ。さよなら。どうせ誰にでも親切なんだわ。もう二度と顔なんか見たくない。もしあっても知らん顔してやる。誰だって女ならあんな風に優しくされたら内心自分だけかなって思うわ。なのに、じゃあ君はです、まるで返事になってないし、インチキよ。どうして喧嘩なんかしちゃったのかしら。どうして、やっぱり私が悪かったのかしら。ううん、私悪くなんかない、絶対に悪くなんかないわ。みんなあの人のせいよ。でも、私じゃない。そのうち忘れるわ、あの人のことなんか。忘れてしまうわ、きっと。電話が鳴るたび胸がドキンってするのは、待ってるからじゃなくて、大嫌いってどういうおかって考えてるから。夜だわ。
ダメね。今日ももうかかってこない。はあ、こうして電話ばかり見つめてると気が狂いそう。そうよ、かかってくるはずなんかないんだから。明日こそどっかに行こう。どこかに。確かにあの人、遠くからでも分かるわ。どうして私がこの飛行機で帰ってくるなんて分かったのかしら。そんなにいきなり抱きしめないで。あなたが髪の毛下ろした方が似合うって言ったから。ねえ見て、苦しいったら、ほらこんなに赤くなっちゃった。もう下に下ろして靴が脱げちゃう。
くしてくれると、私もとっても素直になれるの。不思議ね。いいのよ、私も行けなかったんだから。本当のこと言うとね、旅先でも何も見えなかったし、何も手につかなかったわ。悔しいけど本当なの。ねえ、私のこと少しは考えていてくれた？本当？あなたの言葉信じる。それ私だってちょっとだけは怒ったかもしれないけど。そうでしょ？だってどうでもよかったら、どうでもよかったら怒らないわよ。あなたの好きなレコード捨てちゃったの。あなたの言う通り、私おバカさんかもね。でも好き、私のこと。なぜ？なぜ好きじゃないの？嬉しいわ。私も愛してる。とっても愛してる。今日はレコードもないし、オレンジもないし、何にもないわ。でも一番素敵なものがある。こんなにもいっぱいの愛。もっと、もっと、もっと愛して。もっと続けて。あなたと私の愛。